こんにちは、ベンマックスです。今日はですね、私の使っている、ワインディングマシーンをちょっと紹介してみたいと思います。まあ、箱にもキュービックって書いてありますので、お分かりの方はお分かりだと思うんですけれども、以前ですね、シオさんがロレックスのワインディングマシンを紹介してましたけれども、実は元の中身はこれでして、ヒロさんのは多分なかなか手に入らないと思うんですけれども、これだとね、普通に市販で売ってますので、私はこれをですね買いました。で、買ったのはですね、結構前なんですけれども、これギャランティーなんですね。キュービックっていうギャランティーで、ジュネーブって書いてありますね。銀座和光さんで、2013年に買いました。当時7万ぐらいでしたね。なんでこんなものを買ったかと言いますと、お店の人にね、いいワインディングマシンないかなって聞きましたら、まあ、いろいろいいんじゃないって、いろいろ普通にいろいろなものでいいじゃないかなっていうふうには言われたんですけれども、使う時計が回したい時計がですね、ロレックスのデイトナだって言いましたら、じゃあキュービックがいいですよって言われまして、ノイズや、磁気をですねほとんど出さない巻き上げ機らしいんですよ。で、あとこの回り方もですね、この USB ケーブルで、パソコンに入れて肩巻きのやつねですね、左巻きとか右巻きとかそういうのをいろいろ設定できるみたいなんですね。で、デフォルトではですね、両巻き上げになってまして、いつも回ってるわけじゃないんですけれども、完結でですね、止まってる時もあります。で、それを多分時計に負担かけないようにしたいからだと思うんですけれども、途中で止まってね、でここの、ランプがあるんですけども、ここがピッカ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 光って、一応私は働いてるんだよっていうのをここで知らせて、で途中からまた巻き始めたりとかっていう風な動きをしています。そういうものですね。こんな形してます。本当にもう真四角で、もう本当にキュービックというのが、でここにですね、電池、単二電池が2本入ってます。これ2013年に買って電池入れたのですけれども、まだですね1回も電池交換したことありません。ものすごく消費電力が少ないらしくてですね、非常にいいですね。コスパもいいしですね、寝ててもワインディングマシンにかけてで、うるさいと感じたこともありませんし、とてもいい、ワインディングマシンだと思います。で、別売りでここにカバーをアクリル板のこのカラーをカバーをですねつけられるようになっているようなんですが、1万4000ぐらいかな。私はちょっとそれは使ってません。回るので多分そんなにほこりかぶんないだろうなと思っていまして、それで使ってません。あとこれ中をね、これに時計をつけてですね、ここにっていうまで入れ込みます。オンにすると動き出します。
こんな感じで、ね、動くんですけども、本当に至って静かで、全然、枕元に置いても睡眠しっかりできます。でここもね、いろいろ色がありましてね、ポップなカラーから、革が貼られてるやつとかですね、高級なやつですと、私はこのここは銀色のやつの仕上げのやつにを選びました。なんかね、ソリッドでなんかいいかなと思いまして、で、そうなんですよ、対象物がこのデートナちゃんなんですけども、これを巻き上げるのに買いました。で、相談した店員さんがですね、ロレックスのデートナー巻くんだったらこれを使った方がいいですよって勧めてきたんで、私はそれでこれに決めました。ね、まあそういういきさつがありまして、時期を見ないですし、ノイズも少ないですしということで、はい、でこれ一回ここ壊したことあります。このところがこうカタンとはまるんですけれども、これが壊れちゃってですね、パカンと取れちゃって、でこれだけでも売ってます。でこれの小さい版も売ってますので、レディースの時計のを巻く時も使えるようになってるみたいです。この普段成人男性用のやつはですね、まあこういうちょっと大きめの、アタッチメントっていうんでしょうか、こういうふうにつけまして、このようにちょっと高かったですけど、私が買った時に大体7万だったんですけども、この方は今9万ぐらいするそうです。で、まあ、あの時に踏み切ってよかったなと思います。こういうキュービック、まあいろんなもっとポップなカラーのとかもありますので、その時はですね、いくらかだったかな、51,840円から、スイスの、ビッグワイディングマシーンということで、キュービック、これ、ネットでちょっと見たら、多摩川の高島屋店で、売ってるそうなので、まあ、どこでも売ってるみたいですね。私はですね、今ギャラ見ましたけど、和光で買いました。で和光さんも通販受けてくれますので、和光さんで買っても、まあ、安心だと思います。私がちょっとね愛用しているワインディングマシンをちょっと今日は紹介してみました。体操の箱に入ってまして、これはねちょっと使ったことがないんですね。これ USB つないでパソコンでなんかいろいろできるみたいなんで、肩巻き上げの時計持ってる方はこれで設定してみてください。まあ今日はこんな動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあどうも失礼いたします。